っちゃ好き。ちなみに私もそのミモリンワンマンライブっていうのにね行かせていただいたんですけど、うん、衝撃的なことがありまして、うん、なんか県民ホール、うんうん、神奈川の県民ホールでライブだったんですけど、うん、私がどうも迷子になってしまって、うん、行けども行けども1階にしか出れなくて、どのドアから行っても1階にしか行けないじゃんと思って迷子になってたんですよ、うん、そしたらあのすいませんって男性に話しかけられて、あやばいバレちゃったかな、うろうろしてたからと思ったら、あの僕たちって相互フォローですよねって言われて、こいつ何言ってんだと思って、やばいと思って違うと思いますって言ったらいや多分相互フォローだと思うんですけど、ツイッターのアカウント名聞いてもいいですかって言われて、いやいや佐藤ひなたって言えないしなと思って、いや人違いです、あじゃあ今ツイッター交換してもいいですかって言われて、ユニバルこの人と思って、もうでも私もテンパっちゃってうまい返しができないんで、いや今日は大丈夫ですって言って別れちゃったのよ、うんうん、で多分本当に佐藤ひなたとは気づいてなくて、うん、どなたかの相互フォローの方と勘違いしちゃったみたいで、うん、よくでも分かるね、顔を知ってる人だったのかな、いやでもマスクもしてて、うん、あの私って分かりにくい感じではあったんだよ、だからなんか多分、うん、三森さんのファンに見えたね。いやまあ実際そうだもんね。そう実際だってもうその日はさ、うもうファンの一人としてさ、そうですよ、ペンライト装備で行ったんで。そうでしょ。そう。じゃあちょっと、まあ、気持ちも分かる。分かん。そうなんですよ。だったのかなと思って。そうかもね。そう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 。じゃあもうなりきれてたわけだ。そうなりきれてたんだと思う。うん、でも誰かに似したんだと思う。似ちゃったんだよね。そうそうそう。でもしかしたら佐藤ひなたさんに声かけちゃったとか、ツイートするかなと思ったけど、うんうん、それもなかったんで。なかった。多分本当に勘違いしてたんだと思う。じゃ多分今も気づいてない。多分今も気づいてない。聞いてますか？あれ佐藤ひなたでした。聞いてるかな。ちょっとでも三森さんのファンだと思うので、三森さんファンの方にと届けこれ。本当に届かせてください。その本当に表情もなんか、うん、わざとからかってるとかでもなく、うん、本気だったのよ。うんうんうん、みたいな、うん、ツイッター総合ですよね。違います。それ多分総合。それかひなたが間違えてフォローしちゃってるかじゃない。なわけないでしょ。なんかさたまにあるじゃん、ごフォローであるかな、フォローしちゃって一応ちょっと確認しますね後で、うん、もしかしたら相互だったかもしれない、うん、そしたらまあごめん、うん、そしたら本当にごめんなさい、うん、そしたらごめんなさい、うん、そしたらごめんなさい、それだったら本当にごめんなさい、うんうんうん、それか知り合いだったのかもしれない、知り合いだったかもしれない、なんか小学校の同級生とかだったかもしれない、そしたらごめんね、本当にごめんなさい。はい、ということで